まあ、うん、新幹線行きまして、はい、で、その足でですね、はい、バンプオブチキンのライブに行ってきました。イエーイ、イエーイ、行っちゃったよ。なんて元気な元気な私たち。本当よね。本当。刺したくなり、あ、刺したくなりは、あ、そうですね、あの、はい、バンプオブチキンのライブに行く経緯をちょっと言うと、はい、私がお誘いしたんですよ、ゆみちゃんを。ありがとうございます。せっかく京都で一緒だから、はい、このままこの足で行けたら嬉しいな。うん、ゆみちゃんも、うん、あの、もし好きだったら嬉しいなと思って、うんうん、あの、ゆみちゃんに、はい、あの、この日、バンプオブチキンのライブがあるけど、うん、興味あるって聞いたら、うんうん、あ、ね、聞いたことはあるってあの人気のねって。そう、あのねって。あのバンプオブチキンだよねみたいな。っていう風に来たの。はい、あれと思って。もしかして私、うんうん、あの、ノリで誘ってしまったけれども、うん、あの、もし私に合わせて来てくれるみたいなことがあったら、うん、あの、申し訳ないなと思って、ゆみちゃんもね、あの、イベント翌日で疲れてるだろうし、そう、だから、あ、わかった。察したっていうメールを送って。そうそう、はっきり察したって書いてきて。うん、そう。だから、はい、あの、京都観光でも、うん、するみたいな、うん、そう、あの、メールを送ったらね、はい、そうなんです。ちゃんが。いやいや、もうね、あの、違うんですよ。あの、誘っていただけたことはすごく嬉しいですし、ものすごい人気のね、うん、アーティストさんたちですから、ただその、ね、いわゆる、にわかって言っていいんですかね、にわか、みたいな私がですよ、そんななかなかチケットも取れないような、バンプさんのライブに行ってもいいんでしょうかっていう。ゆみちゃん、そこでも気使わなくていいんだよ、ゆみちゃん。私、何度か言って。気使いすぎてるよ、本当に。いいのかと思ってですね。そしたら、あの、カナちゃんから、刺したって来てしまって、うん、でも、私は、その、仲良くさせていただいている中で、カナちゃんがバンプさんが好きだっていうのも、こう、ちょっと小耳に挟んでいたので、これはきっとカナちゃんものすごく行きたいんだろうな、とも思ったので、うん、そんなカナちゃんが楽しんでる姿を隣で楽しめるなら、どんだけ自分をさ、って思って、そう、私、新しい私もね、こう、扉が開くかもしれないじゃないですか。そうだね、確かに。こんな素敵なアーティストさんのライブを生で見れてっていう。うん、なので、じゃあぜひお言葉に甘えてっていうことで。そんな春秋があったんです。知らなかったよ、ゆみちゃん。ありがとうね、来てくれて。実際感動しましたよ。もう何が感動したって、もう歌が始まった瞬間のこの会場の空気感。うん、なんか鳥肌が立ちましたし。そう、もう待ってましたっていう感じね。そう。そしてそのバンプさんが歌ってる姿越しのかなちゃんの号泣する姿。バンプさん、バンプオブチキンさんをバンプさんと呼ばせていただいているんですが。バンプさんやっぱあの、にわかと言いますか、まあ、あのね、初心者なんでね、なんかあの、バンプなんて呼べないっていう方、バンプさんかなっていう、なんかこう、そのぐらいの気持ちになっちゃう。初めて聞きましたね、バンプさん。あ、そうですか、うん。あ、ちょっと、もうちょっと時間かかるかもしれないですね。そのうちバンプっていう日が来るかもしれませんけども。はい。これらがバンプオブチキンね。あ、いや、ほんと感動して、もうかなちゃんが、もう曲が始まるとイントロと同時にカバンの中からこう、ハンカチを取り出し、もう涙を拭っている。へぇ、じゃない、うるさいな違うの、ああ、そんなにもって。あの、学生時代も聞きまくってたわけですよ。いやでもそうですよね。そうで、大きくなってからも、うん、まあ、このお仕事するようになってからも、うん、あの、バンプオブチキンの関連する、うん、あの、アニメとかにも出させていただいて、うん、そう、そんな、つながりのあるバンプオブチキンのね、はい、もうなんか、初めて生で見たからさ、うん、もうなんか、溢れ出てきちゃってさ、すごかったですよね。もうね、なんか、あれおかしいな、目から水がみたいな状態ですよ。本当に。なんかもう正直、あの、冗談じゃなく、うん、大げさじゃなく、うん、あの後多分あのハンカチ絞ったらちょっと涙出てくるじゃん。マジで本当に。ね、そのくらいだったよね。そのぐらいでした。ね、いやだからその感動してるかなちゃんを見てまた私もちょっともらい泣きしつつみたいな。いやー、でも。思い出されるよ、学生時代が。音楽の力ってすごいよね。すごい、本当にすごい。うん、で、やっぱまたその生バンド、生音で聴けるっていうね。そうだよ、生歌だよ。ねえ。もう最高だよ、ね。この時でしたね。うん、いや本当に貴重な経験させてもらいました、うん、っていう盛りだくさんな、そう、はい、2日間でしたね。はい。